VF は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売した90度、V 型4気筒ガソリンエンジンを搭載するオートバイの、シリーズ商標である。1969年に発売されたドリーム CB750 フォは、当初こそ世界各国での絶賛で迎えられたものの、ライバル各社が同様な4気筒エンジンを搭載する。 モデルを市場投入したことにより1970年代半ばには、決して特別なものではなくなってしまった。この結果、日本製のバイクはどれも同じとの声が大きくなり、同社は二輪部門の最高責任者であった、入り混じり翔一郎が、人頭指揮を取り、国際レースへの復帰と新世代エンジンの模索と、 開発に取り組むことを発表し、以下の3種類のエンジンを搭載する車両が開発された。このうち新開発エンジンは、レギュレーションからシリンダー数上限が4気筒までと定められていた。ことから、より大きなバンク角を稼ぐために、エンジン幅を極力縮める考えから、スリムな水冷。 V 型4気筒とした上で、楕円ピストンを採用する NR500 が1979年のロードレース世界選手権用として開発された。さらに実戦からのフィードバックを踏まえて、一般市販車として開発し、1982年から発売されたのが本シリーズである。VF400 回輸出使用者形式名 NC13。 以下で開設する日本国内向けのみならず、海外輸出も行われた。それぞれの詳細は、ホンダ VF400 回を参照のこと。VF500 回免許制度による、排気量制約がない海外輸出向け仕様として1984年から販売開始されたモデル。エンジンは、NC13E 型をベースに、 内径 X 工程イコール 55.0X42.0 から 60.0X44.0 にするなど大幅な設計変更を加えている。以下の3モデルが販売された。後述する VF750 シリーズが北米での輸入規制対象車両になることからスケールダウンを施したモデル。VF700S-C が1984年から VF700 回が1985年から販売された。VF750、セーバーオーストラリア向け輸出仕様 VF750、マグナ北米向け輸出仕様 VF750 回ホンダコレクションホール所蔵車行動走行可能なオートバイとして、世界初の水冷、V 型4気筒エンジンを搭載した本シリーズの外も、なるモデルである。 VF1000 回 VF1000R 北米地区では、フレディスペンサーなどのアメリカホンダワークス所属の契約ライダーたちにより、それまで使用していた CB750 回回から HRC が仕上げた VF750 回ベースのレーサー VF750R で、アマレース上昇を記録していたことから本シリーズの人気は決定的なものになった。また、 ヨーロッパ地区でも高速ツアラーとして好調なセールスを記録するなど海外での評価は高いのが本シリーズの特徴である。対して日本市場ではフラグシップモデルとして設定された VF750 回よりも CB750 回の売上が良く 400cc クラスでも CBR400 回 CBX400 回より 販売実績が劣るといった現象が見受けられた。また当時は、ヤマハとの間で、HY 戦争と呼ばれる、熾烈な販売競争が行われており、販売台数を稼ぐ目的から本シリーズは、大幅な値引きも行われたものの回復を見ることが、できなかった。さらに自主規制による、国内最大廃棄量を超える逆輸入モデルも、レーサーレプリカの v f 1 0 r では、 ある程度の個体が流通されたが、他のモデルは解無に等しい状態であった。これに対して、ホンダ技研工業は、国内市場が、V 型4気筒という新しいエンジンレイアウトに、馴染めなかった結果と判断。1986年以降は、クルーザーモデルの VF750 マグナを除いて、より、レーサーレプリカ色を強めた VFR シリーズに、モデルチェンジを行った。 ありがとうございます。